皆さんこんにちは、パズル王です。今回もご覧いただきありがとうございます。今回は前回の、ソリティアの続きで、この32本のペグソリティアの最小手数の動かし方を紹介していきます。通常ペグソリティアだとこれで一手で真ん中が取れますが、こういう風に進めていって、それぞれ一手になるんですが、例えばこうやって動かして、次にこのペグ、今動かしたペグをそのまま動かすと、そうすると、連続して同じペグを動かしていくうちは一手と数える、その手の数え方があります。そうすると、普通32本なので31手かかるところを、この真ん中が残るゴールを目指す時の最小手数というのがあります。で、その最小手数、いろんな人が多分研究してたりすると思うんですが、今回、僕が知ってるうちの最小手数、もう更新されてるかもしれないですけど、その最小手数の動かし方を一つ紹介していきたいと思います。ということで早速動かしていきますので、同じペグを連続して動かす場合1手と数えますので、何手になるのか数えながら見てみてください。それでは、これで真ん中に1個だけ残ってゴールです。今のだと最小手数18手になります。ということで、今のが僕が知ってる範囲でのペグソリティアの最小手数18手の動かし方です。調べたところ、これより短いのがなかったので、もしあったら教えてください。で、結構動かしていくと、連続してペグが動くところが何箇所かあるので、やってみても結構面白いです。ということで、今回も最後までご覧いただきありがとうございます。なのですが、ちょっとクイズを、花山さんの活動のソリティアだとこのように問題集が何個か、こういう場合はどういう風に動かしたら最後1個残りますかっていうのがあるので、最後に簡単な問題を出して終わりたいと思います。ということで、こちら、ここに4個、ここに4個です。これをペグソリティアの動かし方で動かしていって、最後に真ん中に1本だけ残すように動かすにはどうしたらいいでしょうか。ぜひ考えてみてください。それではまた。